それでは本日のヒーローは森俊介選手、そして共に得点を挙げた桑島亮太選手に差し上げております。それではまず森選手、前半の2点目ですね、この瞬間これだけたくさんの人がいるスタジアムがシーンと静まり返って誰もが見とれてしまったシュートだと思います。打った時、決めた時のお気持ちいかがだったでしょうか。まあ、あれはシュートではなくクロスだったんじゃないかなと思います。でも入ったんでよかったですね。シュートではなくクロスが入ったということですが、あれで明らかにチームに勢いがついたと思います。その時のお気持ちはいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、やっぱりこの寒い中、来てくださってサポーターの皆さんとかに、いい結果をやっぱ見せたかったんで、嬉しかったです。はい。ありがとうございました。それではもう一人のヒーロー、桑島選手、後半の1点返されたとてもしんどいあの空気の中での本当に起死回生の1点でした。あの時シュート決められた瞬間の気持ちいかがでしたか。そうですね、まあ、いかがでしたか。どうぞお願いします。本当に苦しい時間帯が続いていて、どうしても3点目が欲しい中、寺島選手がいい感じで抜け出してくれて、僕の一番得意なところにボールをくれたので決めれてよかったです。ありがとうございます。そして本日の勝利でホーム2連勝ということですが、そちらについてはいかがお考えでしょうか。ホームでなかなか勝ててなかったシーズンの中、しっかりここ最近は勝ててきているので、このままホーム残り3戦ですね、全勝したいと思います。ありがとうございます。全員でホーム残り3連勝、合計5連勝、楽しみに待っております。それでは最後に改めましてサポーターの皆様へ一言お願いいたします。寒い中、本当に熱い声援、とても力になっています。引き続きこの熱い声援を続けていただいて、身内の方、おじいちゃんおばあちゃんでも子供でも一人でも多くの方を会場に連れてきてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。本日のヒーロー、森俊介選手、そして桑島亮太選手が最初の皆さんにお願いいたします。Bien, hoy es un día, creo, muy bonito para los aficionados al fútbol, ¿no? Teníamos a la una del mediodía el derbi de Icoma y por la noche tenemos el clásico español. Entonces, este tipo de partidos, donde hay muchas emociones en juego, no siempre son los partidos que mejor se juegan. Pero sí que creo que se tienen que competir muy bien y hoy en Ara Club creo que hemos demostrado que podemos competir a muy buen nivel.で、まあ、今日はあのサッカーファンにとって、まあ、美しい、一日になったんじゃないかなと思います。まあ、今日の試合は、まあ、今日、まあ、自分たちの試合をした、まあ、生駒山ダービーという試合があり、まあ、夜には、まあ、スペインの、まあ、クラシコという、まあ、スペインの、まあ、ダービーというかクラシコの、ダービー戦もありますし、まあサッカーファンにとってもとてもいい一日になったんじゃないかと思います。で、まあ、試合というのは、まあ、良い試合、今日の試合というのはとても感情が特に、際立った感情が両チームの気持ちの面が、よく出た試合だと思いますし、例えば良い試合というのはただ美しい試合だけではなくて、そういう、まあ、気持ちの面が、前面に出る試合というのはやっぱりファンの心を、まあ、動かすんじゃないかと思います。でプラス今日、本日の試合においては奈良クラブは本当に今競い合う、しっかりコンペティティブに、まあ、しっかり競い合う、まあ、高いレベルで競い合うことができるということを、まあ、証明したんじゃないかと思います。Esto es un deporte donde tenemos que tener pasión en cada jugada, donde tenemos que poner pasión en cada partido y creo que, bueno, habrá días que jugaremos mejor o días que jugaremos peor, pero lo mínimo que le exijo a mis jugadores es que
hagan ese esfuerzo, ¿no? Que intenten hacer las cosas lo mejor posible, pero que las hagan con pasión. Y creo que hoy se ha visto en cada minuto que nuestros jugadores le ponían eso, ¿no? Incluso en los minutos finales, donde hemos tenido que defender muy juntos y muy bajos, ha habido jugadas donde, bueno, se ha visto esta pasión que tiene el equipo. でやっぱサッカーという、まあ、スポーツにおいてはやっぱりパッション、まあ、情熱ということが情熱という面もとても大事になってきます。で、まあ、サッカー、選手たちもやっぱりそういう毎試合毎試合ですね、毎試合毎試合パッションを込めて気持ちを込めてプレーしてほしいというのを選手に伝えてますし、まあ、例えば選手たちもやっぱりその後、まあ、選手に伝えても、まあ、サッカーの中では、まあ、良いプレーができたり、まあ、悪いプレーになってしまったりというのがありますけれども、まあ、いつも選手たちには要求するのはしっかりとやっぱ気持ちを込めてしっかりといいプレーするための努力というのも要求しますし、しっかり常にやっぱそのどういう試合の流れであってもいいプレーができている時も悪いプレーの時にしっかりとやっぱりファッションですね、気持ちを込めて、情熱を込めて、まあ、プレーしてほしい、と言ってますし、しかしそれを毎試合、毎試合、毎回毎回のプレー、一つ一つの局面においてやっぱり出してほ、しいと伝えています。で特に今日の試合においては、やっぱり最後の最後、試合の、終盤においては、やっぱり自分たちが、後ろに引いて、コンパクトに守らないといけない、まあ、苦しい時間帯がありましたけれども、しっかりとその時にしっかり、自分たちの、奈良クラブの選手たちは、しっかりそのファッションのところ、まあ、気持ちを込めて、情熱を込めて、しっかりと、まあ、プレーできていたと思います。Pero dejarme decir y ser exigente, sé que todo el mundo está muy feliz hoy en Nara, pero dejarme ser exigente, creo que eso es lo mínimo que tenemos que exigir, pero también nos tenemos que exigir una identidad de juego que hoy a ratos no hemos conseguido poner y vamos a analizar con calma el partido, pero vamos a intentar que nuestra identidad de juego esté todo el rato, todos los minutos.でやっぱり、まずやっぱ自分たちもそれはさらに、まあ奈良の、ファンの方々、奈良の、人々にとって、まあ、奈良の選手にとっても、まあ、今日はとても、まあ、幸せな、日になりましたけれども、まあ、少なくともやっぱしっかり、自分たちを厳しく、まあ、自分たちを厳しく見るとするなれば、今日の試合においては自分たちの、まあ、プレーアイデンティティっていうのが、そこまでうまく表現できなかった、よくできなかったかなと思っています。なのでしっかりこの後、しっかり試合をしっかりゆっくりと分析して、しっかりその、試合を、試合の中で、継続して自分たちのプレーアイデンティティ、自分たちの、まあ、アイデンティティっていうのが試合の中に出れるように、これからそこをちょっと改善していきたいと思います。Bueno, yo diría dos minutos, dos, perdón, dos diferentes motivos, ¿no? Un primer motivo creo que está relacionado con la pasión que se juega un partido así, ¿no? Con la intensidad de un partido así, y que a veces pues, las emociones nos hacen no ejecutar bien o no pensar adecuadamente. Creo que este es un motivo. Luego el otro motivo creo que está relacionado con el resultado y esto es lo que me enfada un poco más, ¿no? Como nos hemos adelantado de ese play pronto en el marcador, como nos hemos puesto ganando 2-0, creo que hemos pensado un poco que no hacía falta tener tanto el balón. Y yo creo que es al contrario, y esto mis jugadores lo tienen que entender, que si vamos dominando en el marcador, aún hemos de dominar más el juego para debilitar más al rival. Entonces veo estos dos motivos, uno lo comprendo, que es el tema de las emociones, el otro creo que no puede pasar. Independientemente del resultado, nosotros hemos de intentar imponer nuestro juego en el campo. De, まあ、まあ、2つの、理由が、あると、その自分たちのプレーアイデンティティが出せなかった理由は、まあ、2つあると考えています。まあ、1つ目は、それは、まあ、パッションだったり、まあ、こういう試合のちょっと感情が、まあ、前面に出る試合、もしくは、まあ、強度の高い試合っていうことが、やはりその選手たちに、まあ、影響して、そこはやっぱりちょっと選手たち の、 その、プレーの面で、まあ、プレーの面でそこが影響してきたことが1つだと思います。もう1つは、結果の面ですね。途中で、まあ、自分たちが、セットプレーから、ゴールを決めて、2対0で、まあ、ゲームを支配して、で自分たちが、結果の上ですね、2対0で勝利していた、勝っていた状況だったので、まあ、選手たちの中には、おそらくまあボールを、まあ、本当はそれほど持たなくてもいいかなっていう思った選手もいますけれども、まあ、それは逆で、しかし逆にその自分たちが勝っている時ほど、さらにやっぱり自分たちの、アイデンティティプレーである、しっかりとボールを持つということをもっともっとやらなければいけなかったし、しかしそれによって相手の、まあ、良さを、消すだったり、相手のどんどん相手のやりたいことをやらせないように、まあ、する必要があったかなと思います。まあ、一つ目のその理由が気持ちの面ですね、パッションだったり気持ちの面の、その感情の面がちょっと影響したということに対しては、まあ、理解、まあ、こういう試合なので、こういう打撃戦なので理解できますけれども、まあ、二つ目のその、まあ、結果が自分たちが勝っているから、ちょっと気を緩めてしまうとか、そういうのは、まあ、良くないかな。そこは、まあ、今後、まあ、行いしなければいけないかなと思います。Por ejemplo, la primera parte creo que podríamos haber tenido más el balón, porque ellos presionaban solo con dos puntas y luego esperaban con ocho jugadores muy atrás. Y creo que era fácil encontrar, superar esas dos puntas. Pero luego nos equivocamos e intentamos poner el balón entre líneas, cuando la ventaja era por fuera, ¿no? Entonces considero que estos detalles, bueno, lo hemos hecho muy bien en el segundo gol,
pero lo podríamos haber hecho mucho más. Entonces es lo que digo, que está bien, pero puede estar mucho mejor, claro.例えば前半においてはもっとボールを持てないんじゃないかなと思っております。なぜかと言いますと、まあ、彼らの、まあ、プレス相手チームのプレスのかけ方といえば、まあ、2トップ2枚がプレスをかけてきて、まあ、残りの8人というのがちょっと後ろに下がっている状況だったので、もっと簡単にやっぱそこの相手の2人を簡単に突破して、まあ、突破することもできていますし、まあ、突破、するべきでした。でその後に、まあ、自分たちがちょっと失敗していたのが、その後に、まあ、有利なところ有利な状況がサイドに外に、まあ、サイドに全く関わらず、まあ、ライン間の方に、まあ、真ん中の方にボールを入れてしまった、まあ、2点目に関してはよくできてましたけども、もっともっとしっかりと自分たちがしっかり相手を簡単に相手のまあ守備のやり方を見ながらしっかり突破していって、しっかりとどこが有利なのかしっかり見ながら、もともと自分たちがボールを持ってたんじゃないかと、